国債は政府の負債であり、国民の借金ではありませんが、国債の償還や利払いにあたっては、将来国民の皆様に対して税金等でご負担いただくことなどが必要であり。岸だ。またお前か。岸だ。お前ふざけろよ。何が国債だ。国債は何国民の借金ではない政府の負債だ。それはいいよ。 でも結局政府の負債は誰が返すかって言って国民が返す国民に返すことをお願いするふざけろお前お願いされて返すような玉じゃねえよお前お前が返せよお前が何なんだよ国債を切るたんびにお前の給料入ってんじゃないかお前がまず返せよこっちは増税されてよ PP されてんだよ何考えてんだよお前ふざけろよお前岸田貴様なお前広島にその顔で帰ってくれると思うなよお前ちょっと そららって出直してこい、お前。ふざけろよ、お前。将来世代に、付けを残すな。お前が付けを残してんじゃないか、お前。ふざけろって。俺の前に出てこいよ、この野郎。どうなってんだよ、お前。だいたいな、政治家がだらしねえから、お前らがだらしねえから、借金が積み重なるんだろう、お前。てめえでケツつけよ、お前。なんだてめえだけは、余裕ある暮らし、豊かな貯金を、 そのまま守ったまんま汚い月は国民に払わせよってのが大体国債なんて返済する必要あんのないんだろふざけろよお前。なんか無理やり国債を税金で国民に負担させるようなそういう形作るのやめろよお前。意味がないよお前。国債返さなくったって誰も迷惑しないんだよお前。そのことぐらい分かってんじゃないのか。何をやってんだよ。って言っても岸田総理もただ 財務省の官僚が書いたペーパーをペラペラ読んでるだけだからな。岸田総理に責任があるのかって言えばこれもまた。うーん、なんとも言えないよね。ほんとお前何考えてんだよ。恥ずかしくねえのかよお前。奥さんが買い物たんびにあなたはまた税金が上がったのよって言われてないのかよ。何やってんだよ。どうなってんだよお前。とりあえず俺の懐が痛いよお前。金返せよお前。 どんだけ払ってきたと思ってんやん、税金。返せよ、お前。ふざけろよ、お前。公務員の給料上げてる場合じゃねえぞ、お前。公務員の給料上げるんだったら、俺の会社に使えよ、お前。騎士だ。騎士だ。そっか塾30万、一括払い、頼むぜ。そしたら文句言わないから。あ、ついでに FX オリガラ品も買って、合計60万。あ、二つ一緒に買ってくれたら、59万に減額するけど、どうですかそれじゃあ。